PHP ライセンスは ThePHP グループによる PHP の処理系のリリースに用いられているソフトウェアライセンスである。ペクルで提供されている拡張についてもこのライセンスが適用されているものが多い。フリーソフトウェア財団によると本ライセンスはコピーレフト性を持たずかつフリーソフトウェアライセンスである。同時にオープンソースイニシアティブによると 本ライセンスはオープンソースライセンスである。このライセンスは、派生物の名称を PHP とすること、及び 4PHP という形式を除いて、PHP を名称に含むことを制限するため、GNU ゼネラルパブリックライセンスと互換性がない。ベースは、アパッチソフトウェアライセンスであり、BSD スタイルのライセンスの一つである。 上記の名称利用制限などからもわかるように、本質的に、The PHP グループによる成果物に対して適用するために作成されたライセンスであるため、フリーソフトウェア財団やデビアンのストップマスター、チームなどは PH、PHP ライセンスは PH、PHP 本体及びそのアドオンに対してのみ適用されるべきで、PHP で書かれたアプリケーションなどには適用しないよう推奨している。 PHP ライセンスはソースコードの採用を広めることを目的として作成されている。再配布は変更を加えるかどうかに関わらずソースコード形式もしくはバイナリ形式で以下の条件においてのみ認められる。PHP ライセンスの著作権が明記されること。PHP という語句をいかなる二次的著作物の名称に含めないこと。 ソースコードが再配布される、いかなる方法においても、以下の表示を含むこと。This product includes PHP, freely available from https://www.php.net/.php のバージョン3は、デュアルライセンスを用いており、PHP さんのソースコードは、PHP ライセンスもしくは、 GPL において利用可能であるが PHP 開発者によると PHP4 の時点では GPL のコピーレフトの強制がコードの再利用を制限するとの理由により GPL においてソースコードは配布されていない PHP の公式な処理系はそのほとんどの部分が PHP ライセンスによってライセンスされるがプログラミング言語をパース。 実行するコア部分の全土エンジンのコードについては PHP ライセンスの代わりにそれに非常に似通った全土エンジンライセンスが適用される PHP ライセンスとの主な違いは名称の制限が全土及び全土エンジンという語に対するものになっている点である PHP ライセンスは PHP 本体をライセンスすることを目的としていたため それ以外のソフトウェアに対して PHP ライセンスが適用された場合に自由なソフトウェアとして受け入れるのかどうかについてデビアンでは長らくデビアンリーガルメーリングリストで議論されていた2018年2月現在においては PHP ライセンスは DFSG に適合すると判断されているありがとうございます